皆さんおはようございます。フォトグラファーの上田浩二です。今私はアクアラインを、ね、渡って羽田空港の方に向かっております。はい、土曜の、ね、早朝なので、全然、ね、混んでないですね。で今日はですね、羽田から伊丹まで行って、伊丹空港から神戸まで行って、ニコンと、メリケンギャラリーっていうね、神戸にある写真教室があるんですけど、そことのコラボで、ワークショップ、そしてトークショーをね、やりに行っております。はい、で、こっちにね戻る予定を1日ちょっとずらしてですね、最終日は神戸でね Z50 を使ってスナップをねやっていきたいと思いますので、ちょっとね動画にしようかなと思います。はい、羽田空港にね到着しました。はい、まずはねパーキングに停めたいと思います。ちょっと前方嫌な感じの、一雨来そうな感じですね。あ、雨降ってきましたね。はい、今日は東京雨ですかね。はい、まずはパーキングに停めたいと思います。あら、やばいな、満車だ。あ、空車、P1 が空車。あ、ちょっと早くね出ててよかったですね。かなり満車。飛行機がね今日、伊丹行きは日本航空の115便で11時35分で、今の時間が10時9分なので、まああと1時間20分ぐらいあるので多分大丈夫かなとは思うんですけど、で今日はJAL の115便はエアバス A350-900 っていうね、新しい飛行機なので、結構ね快適なんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね P1 は諦めて今離脱しました。はい、一応ねネットで見ると P4 もう穴側が空いてる、もしくはもう国際線が空いてるので、そっちにしようかなと。はい、無事にね、駐車場にね入れました。はい、相当空いてないです。今日はかなり混んでますね。はい、無事に止めれました。意外とギリギリ、ギリギリでもないですけど、まだ飛行機乗るまで1時間10分ぐらいあるので、まあいいでしょう。はい、今日のね荷物は、リモアのちっちゃいトランクと、シンクタンクのね、エアポートエッセンシャル。今回ねちょっとライブ配信もあるので、パソコンがね2台入ってます。はい、じゃあ我が愛車にさよならです。無料連絡をしてくれ、ありがとうございました。すごい混んでるな。16番ゲートまでね向かいます。バス停までね来ました。三宮3番ですね。はい、神戸三宮に到着しました。
これからねメリケンギャラリーの方に向かいたいと思います。はい、メリケンさんのね入っている、倉庫スペースですね。すごいいい場所にありますよね。はい、元町駅にやってまいりました。はい、メリケンパークの方にねやってまいりました。はい、今回ねメリケンパーク、あと元町近辺、あと中華街にねちょっと回っていこうかと思うんですが、今回ね使いたいカメラはこちらでございます。はい、旅に最適なカメラ Z50、 もうね発売から数年経ってますけど、やっぱりねすごくよくできてる、はい、ZFC もねもちろんかっこよくてね素敵なカメラなんですけど、やっぱりグリップ感だったり操作系がね、僕が使ってる Z6 シリーズ、7シリーズなどなどとねほぼほぼ同じなので、やっぱりね速射性っていうところですごく、ポイントが高いんですね。なので今回はねこの旅に最適な1台に、28mm の F2.8 を、まあ、ベースにしながら、あとねZレンズ 35mm の F1.8S と、50の 1.8S もねちっちゃいカバンに入ってますので、その辺を組み合わせながら、スナップしていきたいと思います。まずは、メリケンパーク近辺をねちょっと撮影していきたいと思います。昨日のねワークショップはどちらかというとポートタワーの方でねやったので、ちょっとこの辺はね来なかったんですけど、この辺もねいいですね。アートがねありますね。この壁とこのねなんか素敵な倉庫の扉なんかもねすごく素敵ですね。ここちょっとね人が通ったりとかすると絵になるんじゃないかなと思います。ちょっとね人が来るようだったら撮ってみようかな。はいはい、 28mm はね、35mm 版換算で約 42mm になるので、ちょっとね長いな。こうね人が歩いていただけるとすごく撮りやすい。自転車来ます。はい、あいい感じ。はい、今度はね 28mm から 50mm にね、変更しました。はい、50mm をつけると 35mm 版換算で 75mm なので、まあ中望遠としてね使えるので、若干ちょっと距離を取りつつですね撮影したり、あとは、圧縮効果をね、使ったりして、撮影がねできます。はい、で Z50 のボディねかなり小さいんですけど、この50の 1.8 自体もこれフード今外せばですねこれぐらいのサイズ感に、ね、なりますので、まあ、全く問題ないかなと。はい、でこの組み合わせだとね、まあ、手ブレ補正積んでないんですけど、まあ、今日はすごく明るいです。しかも明るいレンズ使うので、まあ手ブレとかね、まあ、もう全く関係ないです。はい、どっちかというとね被写体ブレの制御をしたいので、はい、十分ねシャッタースピードはね担保できるので、安心かと思います。はい、ではねこの組み合わせで撮影にね出たいと思います。いい天気すぎて暑い、完全半袖の日だな今日は。はい、平日でもね結構人がねいますね。あ、ちょっと前方に噴水とかってなんか雰囲気いいですね。いや、なんか横浜もねいいですし、こういった港町ってねやっぱさすが被写体にあふれてますね。はい、今日のねカメラの設定なんですけど、まあ、基本的にはもうカメラ任せで A モードに設定して、 F 値をそうですね 1.8 から2.8 の間ぐらいに設定して、あとはですねシャッタースピードはまあその時の明るさによってね自動的に決めてもらえます。であとはまあ露出補正使いながらですね自分の好みの明るさになるように調整して、あとは決定的瞬間にね見つけたらシャッターを切る、まあ、それだけですね。で、まあ、ISO はね今日上がることはほぼほぼないんですけど、 ISO は感度自動制御をね入れてます。
あ、なんか日傘さしてる方がなんか素敵ですね。ちょっと撮ろうかな。ちょっとあの船が入るまで待ってみよう。このね、船ですね、クレーンの入れ方とか考えながら撮ってみます。いいですね、雲もいい感じですね。こちらの方の後ろ姿が素敵ですね。ちょっとね、小さめに船を入れつつ、はい、メリケンパークオリエンタルホテルのね、近くにやってまいりました。昨日のね、ニコンとメリケンギャラリーの、コラボのねワークショップはこの辺でねやったんですよ。で、昨日は Z5 を使ってね、スナップしたりしたんですけど、いやー、いいとこですねここね。結構ね、皆さん、あの参加された方はね、いい写真撮られてました。で、今ね、ポートタワー工事中らしくて、こんな感じなんですよ。じゃじゃーん。はい、こんな感じです。もう面影すらないですね。ちょっと悲しいですね。このいつも奇抜な建物映ってるのはあるんですけど、あと大倉ですね。で、メリケンで、ポートタワーはね、ちょっと今こんな感じになってます。はい、来年ぐらいまでね、こんな感じらしいですね。はい、いかにね、存在が大きかったかね、よくわかりますね。はい。はい。で、このやっぱり Z50 ね、やっぱり持ってみるとほんと軽い。で、いつも使ってるね、50の 1.8 と組み合わせても、やっぱボディが軽いので、すごい楽ですね、本当に。やっぱりまあフルサイズはね、フルサイズで描写だったりとかねありますが、ちょっとねやっぱり重いんだなっていうのがねよく分かりました。はい、なので、あのどっちがいいというよりはなんか使い分けがねしっかりできるなと。なので、こういうふうにもうプラプラね、あの街歩きとかにはねすごく応えてくれるカメラですし、まあ操作系もね同じですし、色感はニコンですしね、いやすごくいいカメラだな。もっと軽くしたい場合はね、やっぱりもうキットレンズだけでいいとかね、あと 28mm とか 40mm とかつけていけばもっともっとね軽く撮影がねできるのでいいかなと思います。いやー、ほんと旅カメラとしてはもう最適で、やっぱりグリップがねしっかりしてるんですよね、こんだけちっちゃくても。なのでそういった面ではすごく使い勝手がいいカメラだなと再認識ねしております。はい、ここはね歩道橋に上がれるのでいいですね。なかなか俯瞰目でとかね、ちょっと高い位置からスナップって難しいんですけど、ここは見晴らしも良くてね、すごく素敵。昨日はね、ワークショップの時にここを歩いてるあのご夫婦の後ろ姿ね、ちょっと撮らせてもらったんですけど、すごい良かったです。こういう風にね見ると人がねちょっと歩いてるのを車俯瞰目に撮ったりとかねできます。今日はねほんと人いないですね。今ピクチャーコントロールは、デニムとトイっていうのをね使ってるんですけど、ここからねちょっとガラッと変えてモノクロね撮ってみようかなと思います。グラファイトとかねカーボンっていうのがね結構おすすめなんですね。なのでちょっと影と光をね意識した写真をね撮ってみようかなと思います。はい、でこういう手すりとかを使って前ボケをね起こすとすごく印象的に、ね、なります。でちょうどねちょっと遠いんですけど、この辺に今お二人傘をね差して来てる方がねおられます。はい、なんかね神戸の港感も出したいので日本丸のマスト入れながら2.2 ぐらいかな。 ND 持ってくればよかったですね。失敗したな。ちょっと開放近辺でね撮りたい方は ND をね持ってくるといいです。あ、自転車の人が入ってきた。
いいな。もうちょっと、ちょっと右で。傘とかね、持ってる方は画面に対してすごく小さめでもすごく目立つので、これね、すごくスナップしやすいですし、すごくね、目立つ存在になるのでね、おすすめですね。はい、じゃあもう少しちょっとこの辺撮って、次のね、場所に行こうかなと思います。こういうね、間から見える世界もいいか。ちょっとね、複雑に、すごい素敵。このね、間から見える、はい、だいぶね、撮れました。で、今時間が2時10分なので、飛行機が6時なんですね。なのでちょっと中華街の方ね、行ってみようかなと思います。はい、中華街にね、行く前に元町をね、ちょっと通ります。ガード下とかがね、結構フォトジェニックなんですよね。結構もうシャッター閉まってるとこも多いんですけど、ちょっとスナップしてみようかと思います。はい、元港4番街ってとこにちょっと入ってみたんですけど、結構てか全部シャッターが閉まってますね。もうやってないんですかね。はい、こういうちょっと狭いところは、先ほどつけてたね、50ミリの F1.8 だとちょっと長すぎるので、今持ってる中で最も、広い28の2.8 にしました。めちゃくちゃ軽い。もうこの組み合わせもおすすめです。はい、これでね、撮ると42ミリ相当に、ね、なります。はい、じゃあちょっとこの辺ね、スナップしていきたいと思います。今ね、グラファイトにしてます。はい、今ね、感度自動制御っていうのをね、入れてます。それによって ISO が自動でね、変わるようになってます。で、低速限界設定を250分の1にしてあるので、シーンによってね、例えば暗くなると ISO がガーッと上がって、明るいと ISO が下がるようなね、仕組みになってます。はい、これね、おすすめです。スナップではね、こういう明るさが変わるところではね、おすすめです。で、あと手前側のダイヤルを回すと露出補正がね、できるように、露出補正簡易設定というのも入れて、スナップをね、早く行えるようにしてあります。なんか何気ないんですけど、こういうチラシとかをね、入れる場合はちょっとね、斜めからアプローチしていてください。はい、正面から撮るとね、ちょっと物足りない感じになるので。元港5行ってみましょう。ここいいな、人の出入りがありますね。で、ここにね、光がこう当たってますよね。ここね、ここがちょっとドラマチックなので、構図を決めときます。すごいいいですね。置きピンがね、やっぱりここは重要ですね。置きピンっていうのはね、ここにあらかじめピンと合わしといて、あとは半押しして待っときます。はい、必ずね、フォーカスモードは AFS にね、しといてください。自転車の音がします。五感をフルにね、使って音で判断していきます。こういうところはね、急に被写体が出てくるので、人来るな。はい、いいのがね、撮れたので、ちょっと元港5の方に行ってみたいと思います。はい、あ、ここすごいいいな。まずね、この元港5のあたりもいいですし、ここは、ね、歩道橋に行く階段になってますし、で、全体的にね、暗いんですけど、ちょうど奥光があるので、いいですね。また光のグラデーションがね、出ます。あ、なんかすごい鳩がいる。鳩取ろう、鳩。はい、ちょっとね、この辺を入れつつ撮っていきます。寄ったら
ダメかな。なんかこのちょっと香港みたいだな。ちょっと後ろはね白飛びさして、もうハードモノクロなので OK でしょう。お、急に飛んだ。あ、すごいですけども、全部シャッター街な感じですね。あ、まだちょっとやってる店もある。これちょっと素敵です。ちょっと今モノクロで撮ってるんですけど、ここはちょっと色があってもいいな。デニムに変えます。デニムとトイどっちがいいかな。あ、今いいじゃん、トイが。トイだな。ちょっとこのアジアンテイストはトイがいいな。元港タウン6。元子タウン6。こっちは元子5。急にタウンがつきましたね。じゃあここはちょっとトイで攻めていきたいと思います。わあ、アジアンテイストすごい洒落た絵が洒落てますね。ここね、この絵が。じゃあちょっと絵を生かして、そうですね、やっぱり明暗があった方がね絶対いいので、明るいとこだけを撮っても面白みがないので、こういう暗いエリアも入れていきます。はい、なぜ写真を撮り出すとなんかゴミを撮ってしまうんだろうかな。自分でも分かんないんですけど、チャッキーズ、多分これお店の名前なのかな。ここにも書いてある。ここにね、またちょっとイラストがね見えます。絵がね、これ入れながら、でやっぱちょっとね低い位置から撮るといいですね。はい、 28mm ってね思った以上に使いやすいですね。かなり、広くはないです。 42mm 相当なのでね。でもすごくスナップする分にはね楽かなと思います。しかも軽い。これはね Z50 ぜひね組み合わせていただきたいなと思います。はい、素敵なところね発見しました。ここのね光がすごくいいので、ここでちょっとね撮りたいと思います。お、ちょうど来た。はい、あ、ちょうどね車がいなくなったんで、ここのね車がいなくなったんでより撮りやすいですね。あ、いい感じ。おー、ラッキー。思い通りにね撮ることができました。じゃあちょっとゆっくり歩いてね、中華街の方に向かいたいと思います。わー、すごいいい感じの人が通ったな。多いですね、人通りが多い。ここはちょっと F 値を4にして被写界深度深めにしてます。バイクが来るな。音で判断ですね。いい感じ、いい感じ。はい、元子をね離れまして、中華街の方にね向かいたいと思います。はい、神戸のね中華街にやってきました。またちょっとなんか横浜とはね違う印象ですね。あんまり被写体はなさそうな感じだな。ちょっと撮影が難しいな。被写体があんまりない。ちょっとねチャイナタウンの裏路地に入ってきました。ここなんか光が良くていいですね。チャイナタウンっぽくないですけどね。うなぎとか書いてあるし、あ、いいな。はい、チャイナタウンはねあんまり撮るものがなかったので、これでね撤退しようかなと思います。でちょうどねもう3時半で、もう飛行機もね6時ぐらいなんですよね。なので今から、元町駅に行って、荷物をねピックアップして、それから三宮まで歩いてですね、
バスで伊丹空港の方にね向かいたいと思います。到着しました。はい、今度はね、ANA の第2ターミナルに来ました。ここから P4 まで行って、車をね、ピックアップしたいと思います。はい、無事に車にね、乗れました。これからね、アクアラインを渡って自宅にね、戻りたいと思います。で、せっかくなので、ちょっと外の空気を吸いながらね、帰りたいと思います。はい、ではね、帰ったら、今回で撮った Z50 の画像をね、見たいと思います。はい、神戸から戻ってきました。今回 Z50 を持って、神戸のね、街をちょっと撮り歩いてみました。はい、まあこの小さなカメラでね、本当にいい作品をね、撮ることができました。やっぱりね、旅カメラってこれぐらいね、小さいと、やっぱり機動力があってね、すごくいい写真を撮ることができるんですよね。はい。で、まあ、どういったね、写真を撮ったかっていうのは、まあ、大体動画の本編でね、見ていただいたかなとは思うんですが、簡単にちょっとピックアップしたものがあるので、解説したいと思います。はい。で、今回ね、もうレンズは、実際3本持ってってたんですが、使ったのは2本。こちらに今ついてる 28mm の F2.8 と、50mm の 1.8S っていうね、レンズ、まあ、中望遠としてね使ったんですが、まあ、その2本がね、一番使えたかなと。で、35の F1.8S も持ってったんですが、まあ、出番があんまりなくて、もうこの2本でね、済ました感じです。はい、ではね、ちょっと画像をね見ていきたいと思います。はい、こちらね、本編でもね見ていただいたアート作品の前の、を通過するね人を撮影したものです。はい、クリエイティブピクチャーコントロールをね、今回多用してますので、デニムっていうのでね、撮影して、ちょっとおしゃれなね、雰囲気になってます。で、ここのポイントはやっぱり、このアート作品の前を通過する人、それを印象的に捉えるってところ。はい、特に、足元の動きとかってすごく僕は大事にしてるので、動きをね、やっぱ表現できるんですね。足がちょうど開いてるとね、動きを表現しやすいです。はい、で、次は、50mm の F1.8S をつけて、ちょっと中望遠スナップやってたんですけど、ちょうどね、ベンチ、右下のベンチに座ってるおじさんがね、本かスマホ見てたんですけど、その人をちょっと基準に構図作ってたんですが、ちょっと真ん中に空間が空きすぎちゃうので、ここにちょっと人来ないかなと思ったら、自転車の方がね、パッと入ってくれて、副題として際立ってる写真になります。そしてこちらは、仲のいいね、ご夫婦がなんか話し込んでるのを、神戸のね、港を入れながらね、撮影してます。ちょうどね、後ろに、船が入ってきてたので、それをね、活かしながら撮影してます。で、撮るときは、できるだけローポジション、低い位置から撮ることで、前ボケを活用して撮影がね、できます。はい。こちらもね、同じくローポジションからね、撮影してる写真ですが、こちらも本編でね、入ってますよね。で、これはね、やっぱり後ろ姿がね、素敵だったので、ちょっと低い位置から撮ることで、やっぱり絵の入り方っていうのがね、変わってきます。あんまりちょっと高い位置から撮ってしまうと、少しごちゃごちゃしてしまう可能性もあるので、低い位置からね、撮影して、これも前ボケを活かして撮影をね、してます。はい。これもね、同じテクニックですね。ランチしてるね、女性の後ろ姿と、ちょうど、船が入ってきた瞬間をちょっと撮ってみました。はい、で、手前ね、段差の、まあ、あまりない階段がね、続いてたんですけど、それを
前ボケにしてちょっと奥行き感をね表現してます。こちらの作品はですね、ポートタワーの方に歩いて行った時に、途中でね見つけたなんか形のいい街灯と、そこにね子供の自転車がね立てかけてあったんですね。それがすごくバランスが良かったので、縦位置でねまとめました。まあこれぐらい高さのあるね被写体は横位置より縦位置の方が、被写体がね際立つかなと思います。はい。そして、オリエンタルパーコテだったかなに続く歩道橋から結構ねいいシーンが撮れるんですよね。これも本編にありましたが、車夫館目ちょっと斜め上から歩いてる人をね入れて、不当のなんか賑やかさみたいなのをね表現してみました。そして、後ろにちょうどクレーン車とかね入ってると思うんですけど、コンテナ積み下ろしするねクレーン車とか入ってますが、こういうのを入れることで港町感も出ますし、左側、歩道橋を入れることで、まあ、一つどういった場所から撮ってるかっていうのもね表現できるかなと思います。で手すりはねちょっと、前ボケにねしてます。はい。そして歩道橋の下から下ね歩いてたら、なんかちょっと後ろ姿が素敵なおじさんがいたので、撮影しました。で自転車と、その後ろ姿が何とも言えないので、まずは1枚4分割構図の右下の交点あたりに主被写体を入れて背景をね広めに撮ってます。はい。で手前はね、前ボケになってます。それだけだとねちょっとワンポイント欲しいなってところで、今度はねちょうど歩いてたら扉を開閉するなんかキャタピラみたいになってる何かあったんですね。その間から見えた方がちょっと面白いなと思ったので、それをトンネル構図にして、同じシーンを撮ってみました。はい。まあ、こっちの方がねなんか印象的ですよね。まあ、こっちの方がなんかシンプルではあるんですが、ちょっと手前に何か入ることでより被写体が際立ってきます。はい。で今度は、元校の方ですね。元町のもうシャッター街になってますけど今、はい、その辺をね、グラファイトっていうクリエイティブピクチャーコントロールで撮影しました。結構ねこういったちょっと強めのコントラストのねある、モノクロとかお好きな方はねグラファイトおすすめですね。はい。これでねシャッター街を撮って、ちょっとシャッターにね描かれてる模様だったりね絵だったりっていうのを強調してます。はい。でこのシャッター街ってねやっぱ暗いんですけど、暗いってことはね外との輝度差がありますので、そこを活用できるんですね。でちょうど、このシャッター街から見えるところに道路があって、そこをね行き来する人がまた印象的だったので、まあ、本編でもね撮ってるのを入れてますが、そこで撮ったね自転車のお母さんと子供、はい、元校5の前でね撮ってます。はい。こういったのはねやっぱりただ単に自転車の人を撮るよりも手前のなんかシャッターとかね入れることでまた印象的にねなりますよね。はい。で今度はねトイっていうのにねして、まだねやってる店もあって、そこをねちょっと印象的にしたかったので色でね表現してみました。でこのトイっていうのはシャドウ側がシアンになって、ハイライトがまあちょっと暖色めになるというね、結構アジアとか撮るといいねフィルムテイストなんですよね。フィルムライクなねテイストなんですけど、それでちょっと撮ってます。商店街なんですが、これも本編であるイラストがね書いてあって、そことちょっとシャッター街のコントラストがねなんかちょっと素敵だったので撮ってます。はい。そしてね、中華街に歩いていく途中にシャッター街にね、馬券が落ちて、なんか何とも言えない哀愁が漂ってたので、それを 28mm でね撮影してます。はい。ね、やっぱり 28mm もグッと寄ればね大きなボケ感を得られるので、より印象的にねなりますよね。そして、これはね中華街行く前に撮ったのかな。はい。ちょっと商店街の前に素敵な、右側がねちょっと錆びた、フェンスみたいになってるんですけど、そこと、お店、そしてそこの前を歩くおじさんの後ろ姿が良かったのでねスナップしてます。はい。で中華街はね正直あんま撮るものなかったんですよね。はい。まあ人もまばらだったんですけど、なんかちょっとまとまりが悪くて諦めたんですが、まあ、ちょっとそこで撮ったお土産屋さんの前でね撮った1枚と、ちょっと中華街と後ろのマンションとかがね対比できるようなショットを撮ってます。はい。これはこれでね、まあ、なんか素敵な写真ですよね。両方とも、トイっていうのでね撮ってます。はい。
といったような感じで、今回こちらの Z50 を持って、神戸のね、元町近辺をねちょっと撮影してきました。まあ、改めてね、もう発売からそうですね、約もう3年近くになるんですかね。でも本当にまだまだ現役バリバリのね、すごく優秀なカメラだと思います。 ZFC もねすごくいいカメラなんですが、他ねやっぱりこのちょっとグリップ感とかがあって、操作系が他のね Z6 とか Z7 シリーズとほぼ同等なので、まあ、やっぱり使い勝手はねすごくいいかなと思います。はい。で、まあ、唯一の、まあ、欠点になるって言えば欠点なんですけど、まあ、Z フルサイズのね FX フォーマットの Z シリーズはシャッタースピードが8000分の1あるんですけど、これはやっぱ4000分の1なんですね。なので明るいレンズを使う場合、特に F1.8 シリーズとか使う場合はちょっとねシャッタースピードがオーバーになってしまって、ちょっと背景めの写真になってしまうので、もし日中のスナップを好きな方で絞りちょっと開けて撮りたいなっていう方は ND そうですね2とか4とか8あたりをねつけておくと安心かと思います。はい。なのでね、入ってくる光をねちょっと制限してあげるとスナップしやすいかなと今回ね思いました。はい。といったわけで、今回ね改めて Z50 のちょっと魅力を再発見しようとね、この旅を企画したわけですが、すごくいい結果にねできたかなと思います。はい。では皆さん、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。